ありがとうございます。もう暮れの用意は済みましたか。まあ気を取り直して毎日のことですけど。CD 出しちゃったんで、働けと、いうことをがメインでありますが、それはそれで、これはこれとおいう割り切り方でいきます。地震のことが頭の中から離れる。暮らしておりますが離れない。僕山形のあれなんですけど、被害は少なかったっていう、それを大雑把な伝え方がいいのか悪いのか分かりませんけど、他の地域に比べたら、そんなになかったということで、ね、ほっとくとね、どんどん暗くなるんだよね。暗くなるというか、本当に地震のことがいっぱいで、皆さんもそういう方いらっしゃると思うんですけど、なんかコメントとかにいっぱい絵を描いてくれとか、描きましたけど、もちろん、描けないんですよ、何も出てこないし。なんかいいですかね。
寒い道がどこか止まったようにどうするのと乗り込んだとこ